はいどうもこんにちはクレです、よろしくお願いします。さあということで今回は大量ミキサー会やっていきたいと思います。はいということで金曜日の更新でですね、ついに解禁となったこのミキサーなんですけれども、皆さんやりましたでしょうか。2024最新版のねミキサー解説動画っていうところもおそらくこの動画の前日に、アップされてると思いますんで、まあまだねこちらの動画見てないよって方はぜひこちらを見てください。でまあ今回の動画ではですね、もうサムネタイトルにもあると思いますし、予告もしてましたが、実際にね、ミキサーをやっていく実践動画でございます。でまあおそらくまあ結果次第でもあるんですけど、20回近くはやる想定でいるんで、まあ結構長い動画に、ね、なってるかもしれませんが、ぜひお付き合いいただければなというふうに思います。じゃあもう、前段はねこんな感じしておいて、もう早速本編入っていきましょう。どうぞ。さあということでですね、まあじゃあまずはどこのチームでやっていくかっていう話なんですけど、今回はベイスターズ、中日、ホークス、西武、この4球団でやっていこうかなというふうに思ってます。でまあ4球団なんで、まあ引き次第ではあるんですけど、とりあえず5回ずつ想定かなというふうに現段階では思ってます。まあもちろん狙いがねサクサクっと引ければまあ少なく終わるチーム、逆に引けなければ多くなるチームっていうところもあるかもしれないです。はい、じゃあ行きましょう。まずはベイスターズからですね。はい、ベイスターズ狙い的にはウェンデルケン選手と山本雄大選手ですね。はい、この2選手狙いでいこうかなと思います。まあベイスターズはね、でも今後また自チーム確定系とか来た時にまあ当然多くね回していくチームにはなるんで、まあそんなに、ここで勝負はかけなくてもいいかなと思ってるんですが、やっていきましょう。さあってことで、じゃあとりあえず1回目いきましょう。まあちょっと今選手量にめちゃめちゃあった S ランクを、まずは最初に消化していきたいと思います。じゃあいきましょう。いやーでもちょっとこの動画ですね、土曜日の試合が終わった後に撮ってるんですけど、7点差逆転勝利やばすぎだっすね。まあこの動画上がってる日曜日の試合展開がねどういう風になってるかまだ分かりませんけど、いやーもう本当にちょっと海老名選手の活躍がとにかく嬉しすぎる。さあということで1回目お願いします。さあウェンデルケン、山本雄大狙い。山本選手に関してはもし当たればね、念願の初獲得となります。さあ1回目来い。いやー、牧選手。まあ、いいホームラン打ってましたけどね。めちゃめちゃいいホームランだった。ちょっとね、開幕から、まあ、牧選手は今年キャプテンになって、ちょっと背負いすぎてる感もね、まあ、否めないかなと思ってた部分もあったんですけど、まあ、やっぱそれも筒香選手の存在も大きいんかな。まあ、実際打ってますしね。ちょっと牧選手も気楽にやれてるのではないかなと勝手に思ってます。さあ、ってことで2回目ですね。ここもちょっと圧縮なしで、牧選手と桑原選手がね、被っちゃうと、まあ、ちょっと圧縮にならないんで、それ以外せめて被るにしても、ただもうビシッと狙いを当てていきましょう。あ、ポッと来たんじゃない？ああ来てないか。あれ今でかく見えた。さあ JB はもし当たればこういうホーム初獲得。最悪、もうさすがに圧縮しようこれは。はい、ということでこの5枚でいきます。普段あんまりねこの2枚での圧縮っていうのはおすすめしないんですけど、さすがに牧選手3枚、桑原選手3枚っていう偏りにね現状ちょっと所持状況がなっちゃったんで、もうこれで牧選手と桑原選手は出ない状態でいきたいと思います。3回目、もうこれで牧選手は出ないからね。いやーバット当たらんなー。はい、3度目の正直、誰が出るか。 JB 山本、うわー、神茶さん持ってるんすよ。はい、じゃあこの5枚でいきましょう。これで狙い引ける確率は6分の2、3分の1、33% だよ。いけるっしょ。ベイスターズ4回目の挑戦。はい、さあ頼む、圧縮、圧縮で迎える4回目。誰が出るか。 JB 山本、 JB 山本、いやー、そっちかー。伊勢選手もね、ちょっとこれ継承できないんですよね。タイピングがなくなってるから。はい、じゃあベイスターズのラスト1回これでいきます。もうちょっと圧縮できないけど、お願いします。いや、でもね、昨日の逆転ゲームもそうですけど、まあ、筒香選手が帰ってきた復帰戦のね、ホームランの後の9回もそうですけど、難しい場面でね、こう、絶対ここひっくり返されたらダメっていうようなところで、出てくる森原選手の安心感が本当に半端ない。まあ、ちょっと離脱者もね、多い期間になってますけど、どうにか5割以上でなんとか乗り切ってほしいなというふうにベイスターズには思っております。よーし、 JB ナイス、やっと引けた。まあいいでしょう、5回やって1人狙い引ければまあまあよしです。まあ能力的にはねぶっちゃけ前のものとそんな変わってないんですけど、もう固有があるんでね、これは継承します。はい、続いて中日ですね。中日はライマルとビシエロ、この2選手ですね、助っ人の2選手を狙っていきたいと思います。いやー、ライデル・マルティネス選手3、4月のね月間 MVP おめでとうございます。なかなかねリリーフのピッチャーで取れないイメージがあるんですけどね。はい、とりあえず1回目この5人でいきたいと思います。別に圧縮ではないですこれは。はい、たまたま前のシリーズの中日の選手が
ボックスにあったんでこれで行かせてもらいます。いやビシエドもねそろそろチャンス回ってきてもいいと思うんだけどな。どうすかね、まあポジション的なね問題かねいろいろあると思いますけど、一軍で見たいなというところでございます。さあ中日1回目誰が出るか、結構ニューあるからな。なんでかぶるんマジで、そこがせめてニュー来いよ。はい、じゃあ2回目これでいきます。ちょっともうさすがに清水選手はやめて、清水選手2枚持ってるんでこれで、それ以外だったらまだ圧縮に使えるからよし最低。ただもうここでビシッとビシッとビシエドかライマル、どっちかお願い。ちょっと待って、バットインスなくなった、あれ。はい、はい、じゃあ中日3回目かな、行きましょう、お願いします。でもビシエドのねちょっと2軍成績見たら、ファームでも打率3割ホームラン3本、 OPS 1.890 っていうね結構いい成績、まあ、やっぱ別格のね数字が出てるんで、でさらに今年も日本人登録ですかね。あ、これバッときた、 OK。 さあ入確定、ライマルビシエド、ライマルビシエド、どっちかお願い。久々に見たこの演出。さあビシエド、よし、ビシエドの話してたら来たわ、ちゃんと。オッケー。まあどうなんだろうね、年俸次第ではねトレードとかもワンチャンあるのかなとも思いつつ、なかなかでもやっぱ高年俸ですからね。まあ MLB だとねこう主力級の選手とトッププロスペクトをこう複数でトレードするとかまああるんですけど、まあ日本だとどうなんだろう。まあチーム少ないし、まあなかなか再建に振り切れないみたいなところもあるからね、まあ難しいところであるけど、まあじゃあライマルも欲しいっちゃ欲しいけど、まあ一応持ってるんで一旦いいか。まあライマルに関しては結構セレクションもありそうだなと思うしね。ちょっと次いきます。はい、続いていく球団ホークスですね。はい、3チーム目、まあ狙い的には近藤選手、オースナ選手、山川選手、この3人かな。はい、じゃあこの5人でいきます。まあ中でも狙い的にはやっぱ一番は近藤さんかな。実は近藤選手1年近く取れてなくて、最初に出たホークス版のやつ、去年のシリーズ1の通常だけしか持ってないんで、まあそこから継承したいっていうのが一番かな。結構まだホークスもニューがあるが、かぶりそうな匂いがする。さあ1回目、はい、あー藤井選手、まあいいけどニューだからいいけど、去年の私立入れたら尻1になりました。はい、じゃあ2回目これでいきます。もう一度藤井選手を投入していく。藤井選手の餌なんかなんかめちゃくちゃ持ってんだよな。ちなみにオスナ選手に至っては1回も手に入れたことがないんで、もし今回当てられたら初獲得です。去年のセレクションとかでね当てる予定だったんだけどね、なかなか当たってないんですよ。さあ2回目、お願いします。いやー、かぶるか。あの、つもり選手もね、今年めちゃめちゃ勝ち運ありますよね。はい、3回目これでいきます。3選手狙いだったらさすがに引けると思うんだけどね。もうつもり選手はかぶらないで。あの、間違いなく今ミキサーするなら圧倒的に強いチームです。正直今から始めるってなって、自チームホークスで回しとけば、ある程度チーム完成しちゃうんじゃないかなっていうぐらい。うん。まあ、そんぐらい強いですね、今ホークス。さあ、ってことで、3回目ウォーカー。まあ、ウォーカーもホークス版ちょっと欲しかったから、まあまあありか。一応巨人版は極めてるんですけど、まあいいか。ちょっとウォーカーもあんまり状態上がってないよね。はい、じゃあ4回目。悪くはないけど、ビキをそろそろ卒業させてくれ。頼む。まああのな、結局近藤選手がここで深追いしてもなんか、どっかで特別レア出る感あるんよな。それこそエキサイティングとか。動画まだ全然出てないけど、いつ出るんだろう。まあでもさすがに来るんじゃない？もうそろ。5月中頃ぐらいには。もう中頃か、言っても。はい。あー、はい、ということでこの5人でいきます。本当はねちょっともう1枚いないと確率最大まで上げれないんですけども、まあ、ちょっとウォーカーは入れたくないなってことでこの4人でいきます。おー、オッケー、ニュー出た。さあ、いやこれならもうさすがに狙い引けるでしょ。近藤、オースナ、山川、近藤、オースナ、山川、この3人の総年俸だけでもえぐい金額になるけど、5度目の正直ホークス狙い。はい、いやー、はい、じゃあラスト西武っすね。西武は狙い的には平選手、中村拓也選手、アブレイユ選手、この3選手かな。まあその中でもやっぱ平さんですね。はい、ここ狙いたいと思います。はい、じゃあこの5人で行かせていただきます。西武多め。いやもう一発ででも平さん引けたら、おー、ナイス、でかっ。一発で平さん引けたらもう西武は撤退でいいっすね、正直。あー、でもちょっと西武もね苦しいチーム状況でありますけど、竹内選手めちゃめちゃいいっすね。1年間ローテ守れたらもう多分新人王確定と言ってもいいんじゃないか。さあ行きましょう、一発
古賀選手、まあニューないっすよ。オッケーオッケー、でも順調順調、悪くはない。はい、じゃあ2回目これでいきます。めちゃくちゃセーブ。いやだからそう、与座選手上がってもよくない？2軍でめちゃめちゃ抑えてますよね。ちょっとマジで与座選手1軍で見たいな。まあ、ちょっと平選手がね、あの右の腕の違和感で、まあ、1回抹消になっちゃってちょっと心配ではあるんですけども、まあでも交流戦前ぐらいには戻ってくるのかな。どうなんでしょう、ちょっとわかんないけど、継承であることを願いたい。さあ2回目またニューからのおかわりくん。まあよし、オッケー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 。実はおかわりくんね、久しく弾けてないはずなんだよね。多分2年前のアニバーから弾けてないっすね。のでまあよしです。はい、じゃあこの5人でいきたいと思います。若林平これでいきます。はい、なんかめちゃめちゃプレゼントボックス漁ったらめっちゃ偏ってたんで、これで出るでしょ。平さん頼むよ。多分究極言えば平もできないこともなさそうだったけど、まあいいや、いきましょう。さあお願い、3回目、3度目の挑戦、平選手かアブレイユ選手。はい、じゃあ4回目これでいきます。もう出そう、マジで。なんでこんなに平さんの S ランクと縁ないの、マジで。結構自チーム系もやってますけどね、セーブ。やっぱあのヒートアップで引いとくべきだったな、マジで。ここでお願い、4回目の挑戦、平アブレイユ。いやー、はい、じゃあこれでいきます。5回目、これで出なかったら最後もう圧縮で締めます。はい、いやーもうお願い、さすがに出そう。まあのここまでね、結構まあまあ各チーム狙いは引けてないこともない。ホークスぐらいか引けなかったの。さあお願いします、5回目。いやー平井さんもかぶり。じゃあもうこうなったら最終手段っすね。アギラーの S は本当はね、ちょっと途中に取っておきたかったんだけど、もうこれで最後いきます。頼む！ちょっとこれで引けないと平さんをシリーズ1引けない可能性が出てきます。はい。あの、全然最後に関係ない話するけど、ルーキーの村田選手めちゃめちゃいいっすね。いきなりスタメンで初アンダー。ちょ、ガチで頑張ってほしい。ってことで、今回もご視聴いただきました。ぜひともこの動画楽しんでいただけた方、ミキサー動画見応えあると思った方はご予算とよろしくお願いします。まあ、また多分やります。はい、いつか。ってことで、一旦今日のラスト、最後に平選手を引いてハッピーエンドなるか。バット、うーわ嫌な予感する、もう見れない。誰、うわー出た、よ、よかったー。